おはようございまーす。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、これなんなんだ。やばい、実繁さんのだよ。多分初めてなんじゃないかな。やばくない？私も初めてなメンバーをこれ用意して、ちょっと今回やっていこうと思います。なんで今回この3人で動画を撮るかというと、実はね、急に知らされたからびっくりした。何も聞かされてないから何も聞いてないから本当、ね、申し訳ない、いきなり呼んで。で今回は食べます。食べる、はい、食べる系です。ゲームで今回食べるのがこちらです。辛いやつね。そう、辛いやつなんだけど、この辛いやつを3人ね、1個ずつ食べて、これもね、そういう路線に入ってる。YouTuber みたいな感じになってる。もうこれね、ただでもこれ辛い、うん、まあ、でも食べるから、ね、つまんないじゃないですか、うん、だからまあポイント制にして今回はこの食べるのを、はい、食べるの全部きれいにスープまで食べれたら50ポイントもらえるんですよ。体に悪いよ。ポイント制で競うってこと。そう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 、3人で。なるほど。このね、他にも一応ね、タバスコとこれね、ほんと私の私物ラー油と使いかけちゃって、結構使ってる。そしてまたこれも使いかけ七味、これ私の私物なんですけど、これをまあ、例えばラー油1滴5ポイント、七味1振り、まあ、5ポイント、はいはいはい、タバスコ1、まあ、これはちょっと結構辛いから、これ10、こう1滴10ポイント、1滴で10ポイントもらえる、もらえるそんなもらえるんだ。私1滴はちょっと 2滴10ポイントでしょうか。はい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 、これ2滴以上じゃないとダメですからね。っていう感じで、まあ、誰が一番辛いのを食べれるかって。え、全部食べると50ポイント。そうです、汁まで飲んで50ポイント汁まで。時間制限とか。時間制限は、まあ、15分かな。うっそー、待って、まあ、15分ぐらい食えんじゃない。うっそー、ラーメン15分、いや、むしろ15分以上やったらビヨビヨだよ。15分以上かけて食べてる気がする。嘘でしょ。まあ、よく噛んで食べるかな。まあ、ということで今回はこの3人でこの激辛ラーメンを食べていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあお湯入れに行きましょう。はい、はい、ということで、食べる場所にやってきました。食べる場所って普通に皆さん本当に食べれるところです、ね、あっちには人として音楽を鳴ってるそうそう、では早速こちらをね、お湯を入れに行きましょう。私たち、はい、はい、こういうところからやる。やだな、お腹壊しそう。でちなみに今回ね、追加ルールとしてお水を一口飲んだらマイナス10ポイント。お水用意しといていいの？お水用意は一応してもいい。用意しといていいんだ。でも飲んだらマイナス10ポイント。マイナス10もされるの。なるほど。あ、こっち食べた。そんな赤くないね。そうですね、うん、私も入れた、ちゃんと、はい、私も入れたよ。じゃあほらお湯入れに行くぞ。はい、入れに行きましょう。なんだこれ、ほんとに。え、冷水冷水。ここ、あ、そこそこ、こうね、こうね、これでいいんだよね。それでいいですね。入れます。はい、高いお湯になっちゃう。あ、そうか、どこまで線ある。線まで、線まで。線どこだ。線線どこ。これいや全然、あ、でももうちょっと、ね、もうちょっともうちょっと、そんぐらいじゃない。これだよね、これだよね、多分。はい、じゃあ次タイマー3。あ、始まりました、ね、これ急ごう。みんなちょっとみんな、エカちゃん急いで、エカちゃん急いで、ちょっとね、私の分もぜひ入れてください。入れてきました。入れてきましたね。であと1分、じゃあこの1分の間にもう一回ルール説明しますね。はい、私たち、おっつー、びっくりした。これから激辛ラーメンを15分間で食べます。15分、制限時間、制限時間、タイマーしたら食べる。あ、そうですね、ご飯はゆっくり食べたいな。制限時間15分の中でこいつを食べます。はい、で、まあ、全部スープまでちゃんと食べれたら50点、はい、50ポイント入ります。で、それにプラスこういうね、タバスコ2滴で10ポイント、七味唐辛子1振りで5ポイント、ラー油1滴で、まあ、5ポイント。覚えておいてね。そう、5ポイント。自分で覚えておいてください。自分で覚えておいて。15-5ね。15-5。じゃあ早速食べましょう。15分セットして。15分お願いします。はい、来た。よし、本当に本気出す。とりあえず食べますか、入れてみるか。え、早くない？食べる前に。早くないですか？1滴で20ポイントでしょ。いや、じゃあ4滴で20ポイントですから。え、2滴で10ポイント。あ、じゃあ2滴だけ入れる。2滴で10ポイントね。これでアドバンテージ取ったから。あー、もうでも匂い辛いね。匂いは結構強いですね、辛さ。
でも始まってるこれ。始まってる。当たり前じゃん。早く食べた方がいいとかあんの？いや、ない。そこまで食べる。食べられればいいのね、全部ね。あ、待って、私唇に辛っ傷があるから、それに染みる。痛い、唇が痛い。でも、あっこ辛いの平気なの？これさ、水さ、もっと辛いよね。確かに最初のタバスコに敵がね、意外と効いてる。タバスコの匂いする。ちょっと、これね、ボタン押すタイプなの。そうでしょ。あ、今10ポイントぐらい入った。でもこれあれじゃん、ペヤングのさ、辛いの多分ある。うまふめっちゃ辛くない？うまい。あれに比べたらそこまでじゃない気がするけど、だってあれ残したもん、辛すぎ。本当に。でも私結構辛いの好きだから、この辛さは好きな方が。うん、で私もラー油入れよう。鼻水出てきた。ラー油にてくね。あ、やべ、めっちゃ入れた。いいや、1滴してこれ20かな。2滴で10ポイント。2滴で10ポイント、ラー油はまだちょっと辛い。やべ、こいつタバスコ入れようとしてるぞ。これは1滴5ポイント。今まだ2滴からだから、2滴入れないとダメだよ。やべしまんな。待って、2滴以上だから。もう一回ラー油にする。もう一回ラー油で、これ10ポイントね。はい。もうラー油しよう。ラー油うまいんだよな。まあ、ラー油、匂いがめっちゃ良くなる。うん、入れた。なんか、でも辛くなって、舌が痛くなってる。すごいラー油いってんだけど。で私ちょっとタバスコ挑戦したいかも。でもさっきさ、1滴、2滴か。うん、4滴行ってみたい。くっせ。4滴。1、2、3、4。でも買ったばっかりのタバスコってなんかさ、鮮度がいいからさ、鮮度がいい、そんなに辛くない気するんだよ。なんか色変わってないですか？嘘、ちょっと赤くなってんのかな。いや、そんなことないよ。そんなことない。いけるな、これ。いける。辛いけど、やっぱ旨辛ですよね、これは。おかこだろ。私今何ポイントか忘れちゃったよ。私何ポイントだっけ。15。え、なになに。15、これで15。じゃあこんな気になってきた。ちょっとさ、あ、めっちゃ入っちゃった。確かに麺はね、きついから。でもちょっとずつスープも飲みつつの方がいいんじゃない。最後残るより。ちょっと汗かいてきたよ。鼻出る。うん、辛いもん食べたら鼻水出ません？出るよ、みんなそうだよ。うん、5、5、20でしょ。そうです。これ今30。うっそ。待って、これ4滴入れたら私20ポイントってこと？やばい、やばい、やばい。35ってこと？バカだ、バカバカだ。私も35だ。私、フライオン行くよ。待って、嘘。3、4。待って待って、じゃあ私フライオン行こう。え、てことはこれでプライオン行ったら20だから、私45、55。もう俺負けでいいじゃん。いや、ちょっと何が痛いんですか。だってさ、そもそもこれ勝ったら何とか負けたら何って決まってないよね。ない。プライドと意地。プライドと意地ですよ。負けでいいです、僕。辛いもんだって、だいぶ辛い。だんだん食べられなくなってきた。いや、ラー油。甘いってんじゃない。これで5ポイント。で、8だから40でしょ。40で、これを4滴入れたから60だよ、私多分。マジ？ラー油入れよう。もうね、結果はもうね、あの編集してる方が最終的にはここに抜いて入れてると思うから。私今60だから。タバスコだよ、ポイントでかいもん。きついわ、これだいぶきつくなってきた。なんだ今 60? 60で今あと4滴入れたら
また左上やばい80あっつあっめっちゃ入ったさあもう本当に負けでいいや私もう1,2,3,4え、2人とも辛いの大丈夫だ。いやもう辛いの好きですけど、こういう、もうここまでちょっと意味が分かんないからやば、タバスコの味する気持ち悪い。酸味強いよね。酸味が強い泣きそうな顔になってる。あー無理よ。あー泣きそうになってきた。え、何だっけ今、60?65あとで動画ちゃんと見てもう一回結果報告しますから、ね、そうだそうだもう分かんない頭まで多分すごい言います。ちょっと待ってあー泣きそうな危険の辛さもともと70暴力だよ本当にこれ70あと4分半あやばいまだ全然時間でも私もう行けますねちょっと今の残りも少ない段階で皆さんの中身を見せてくださいよそうないよもうほとんどないあほとんどないわ70あほとんどないもう何ポイントあなんだこれブルンってなった私こんぐらいで何ポイントか数えてないもんもう後で私がもう一回調べるんでこれほとんどねタバスコこれラストタバスコで追い上げかけようやばこれで勝ったんじゃないかなミーコにはやばい私もう残りの汁ガンガンに私もタバスコ入れますからねじゃあ何ポイントか分かんないけどえマジああいう一滴ちょっとこの汁の残りでタバスコの濃度が高いからさもうタバスコ飲んでるみたいなえ10ポイントちょっと待ってもう腹これでいいんでしょあ完璧50ポイントですねこれははい50ポイント1タバスコ食べた3 4 早えよやばい私残り戦いじゃないか自分との12分ぐらいだよね食べるそうですねそうですね意外といけたわ。ちょっと待ってみんな。肌がいいの？すごい。お腹痛くなるね。変だ。そうそうそうですよ。お腹痛くなっちゃう。食べた。よし。15分以内に食べ終わりました。もう待って。イエーイ。イエーイ。終わりました。ごちそうさまでした。いやいや。よく食べましたね。お腹の調子悪いよ。十分もう30分が経ってるから。30分経ってるけど。ちょっとねなんかお腹具合が悪い。調子が悪い。これ発表しちゃいます？お願いします。じゃあまず2位から言いますね。はい。2位。じゃん。俺でしょ。エッカちゃん。お。意外。嘘。エッカちゃん2位で105ポイント。そんなかけえあそっか飲み干しプラスであ違う飲み干しまたこれ足してなかったやつ飲み干しで155ポイントああそれでもっとかけたと思ってたそれで2位ですあれじゃあ俺1位なんじゃねえか待って待って待ってだってミンコあんまかけてなかったもんミンコさんあんまえどうだろうでも1位いきますよ誰飲むよ2位子なんですよマジで自分で計算したからズルしたじゃないじゃないじゃあのみーこさんタバスコをめっちゃ入れたんで点数が一気に伸びたって感じですねちょっとサネシゲさんさサネシゲさんってポイント差はどんぐらいあるのそんなないでしょサネシゲさんはあサネシゲさんは105ポイントで50ポイント50ポイントも差で50ポイントも差あんのえ飲み干しさんは飲み干し足しで105ポイントえ全然じゃないですかなんかあのどっから1位が結構かけたよタバスコいっぱい飲み干しさんということでだって2位の私が155でしょそうミーコは何ポイントなの160でここ5点差だった5点差だったんだちょっと待ってあと1振りだあと1振りあと1振り2人振りでサネシゲさんがダントツなってこれなんかないんですか最下位には何か最下位には最下位は次回も参加する権利が与えられるめっちゃいい辛いの辛いのもういいです
辛いもの次回参加権がシードだね、シードがシードが シードを手に入れることができました。勝つまで抜けられないということで、また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。